田中角栄は観光事業法を制定しました。当時の日本は高度経済成長期に入り、国民の所得水準の向上や海外旅行の自由化などにより観光産業が急速に成長していました。しかし観光施設や交通機関などの整備が遅れており、観光客の受け入れ体制が整っていないという大きな課題がありました。そこで角栄はこの法律により観光事業の推進、振興、観光施設の整備、観光客の受け入れ支援を行いました。これにより、より多くの観光客が日本を訪れるようになり、観光産業が成長し、雇用や収益の拡大につながりました。もし、この観光事業法の制定が遅れていたら、観光客の受け入れ体制が整わず、今の観光産業の成長はなかったことでしょう。この法律によって、日本は世界有数の観光立国へと成長する礎を築いたのです。田中角栄は新幹線鉄道法を成立させました。この法律は東京と大阪を結ぶ新幹線の建設を目的として制定されたものです。当時の日本は高度経済成長期を迎え、全国各地で経済活動が活発化していました。しかし、交通インフラは未整備な部分が多く、特に長距離移動は時間と費用がかかっていました。そこで角栄は新幹線の建設によって全国を結ぶ高速鉄道網を整備し、国民の移動の利便性を向上させ、日本の経済発展を促進しようと考えました。そしてこの法律により急ピッチで建設が進められ、1964年10月1日ついに東京と大阪を結ぶ東海道新幹線が開業したのです。これにより移動の利便性が向上し、沿線の地域経済が活性化し、日本の技術力と戦後の復興を世界に発信できたのです。田中角栄は住宅金融公庫法を制定しました。当時の日本は第二次世界大戦の戦火で多くの住宅が失われ、住宅不足が深刻な問題となっていました。また戦後復興期の経済状況も住宅取得を困難なものとしていました。角栄はこのような状況を打開するために、金利の高い民間金融機関だけでは住宅融資の拡大が困難であるとして、国が直接住宅融資を行う公的機関の設立を提唱しました。その結果、住宅金融公庫が設立され、低利で長期の住宅ローンの融資が可能となりました。また公庫の融資を受けるためには、耐震性や耐久性に関する着工前の設計検査、建設途中の中間検査、さらに完成検査に合格しなければなりませんでした。この公的検査により、住宅の安全性と質の向上が図られ、後の震災で相当数の住宅倒壊を防いだとも言われています。田中角栄は農業基本法を制定しました。当時は第二次世界大戦後の農業の復興と食べ物の自給率の確保が大きな課題となっていました。また戦争で多くの若者を失い、農業従事者の高齢化と過疎化が進んでいたことも大きな社会問題となっていました。この法律は農業生産の基盤の整備、農業経営の合理化、農業経営の安定、農業の担い手の育成、農村地域の振興を基本方針としています。この法律により農業の生産性や競争力が向上し、農村地域の活性化が図られました。また食料自給率の確保に貢献し、国民の食の安全と安心が守られたのです。もしこの法律がなかったら、農業の生産性が低下し、食料価格の高騰を招いていたことでしょう。また農村地域の過疎化が進み、食料自給率の著しい低下を招いていたに違いありません。田中角栄は1973年に電気事業法の改正を行いました。この法律は電気事業の自由化を進めることを目的としており、電気事業の参入条件の緩和や電気料金の自由化が行われました。当時は1973年の石油ショックによって電力需要が逼迫し、電気料金も高騰していました。また電気事業は東京電力、関西電力、中部電力、北海道電力、九州電力などの九電と呼ばれるグループの寡占状態にあり、競争が十分に行われていませんでした。これが電気料金の高騰を招いていたのです。角栄はこれらの問題を解決するために電気事業の自由化を進めることを提唱しました。この法律により電気事業が健全化し、その後電気料金は約 25% 下がりました。
また、この健全化により、現在の通信サービスが生まれたことを忘れてはなりません。田中角栄は、戦後の混乱期にこの国土総合開発法を作りました。戦後復興期の日本は、国土の開発が遅れており、特に地域間の格差がとても大きくなっていました。そこで角栄は、この格差を是正し、地方も中央と同じように復興させ、国土の均衡ある発展を図るためにこの法律を作りました。この法律に基づいて、国土開発計画が策定され、道路、鉄道、港湾、空港などの交通網が整備されました。また、工業団地の造成や新産業都市の建設なども進められました。さらに、国土の保全に関する施策として、森林の保全、自然環境の保護などもこの法律により実施されたのです。全国各地へのアクセスが向上し、新たな産業の創出と雇用が増加し、自然環境が守られたのです。このように、その後の日本の高度経済成長を支える基盤となりました。田中角栄は、国民年金法を作り、年金制度を整えました。当時の日本では、年金制度があまり整っていませんでしたので、高齢になって、体が思うように動かなくなっても、ずっと働き続けていないと食べていけませんでした。これでは、動けなくなったらすぐにお金がなくなってしまい、生活ができなくなってしまいます。この現状を改善するために、角栄は国民年金法を作りました。この国民年金法は、20歳から60歳までの全ての人が加入する、強制加入の年金制度です。わかりやすく言えば、老後の保険です。国民年金に加入すると、毎月一定の保険料を払いますが、その代わり、将来動けなくなった時には、年金として生涯、老後の生活を支えてくれます。このように、国民年金法は、国民の老後の生活を守るために、欠かすことのできない制度と言えるでしょう。田中角栄は公営住宅法を制定しました。この公営住宅法が制定された当時は、戦後の混乱から復興が進みつつあったものの、多くの人々が住むところがなくて困窮していました。また、貸し家やアパートも不足していて、もし見つけてもとても高い家賃を支払う必要があったため、低額所得者にとって住宅は大きな負担でした。角栄はこのような状況を改善するため、国や地方公共団体が定額な家賃で住む場所を供給する制度が必要と考えたのです。もしこの公営住宅法が制定されていなかったら、住宅に困窮する定額所得者は十分な住宅を確保することができず、多くの人々が路頭に迷うことになったことでしょう。この公営住宅法は今も住宅に困窮する定額所得者の生活を守るための重要な役割を果たしています。戦後の日本では、焼け野原から建築ラッシュが起こりました。しかし、その一方で建築に関する事故やトラブルも多く発生していたのです。そこで角栄は建築物の安全性と品質を確保するために、建築士という資格を創設しました。そして、十分な知識と経験を持つ建築士に、建築物の設計や工事管理などの業務を担わせるために、建築士法を成立させました。もし、この建築士法がなければ、誰でも自由に建築物の設計や工事管理をすることができるため、建築物の安全性や品質が担保されなくなります。そうなると、建築に関する事故やトラブルが増えて人々の生命や財産が危険にさらされることになります。角栄も、自分が作った第1回目の建築士試験を受験し、2番の成績で合格しています。